熱海市で特産のだいだいを使った人気のマーマレード作りが最盛期を迎えています。だいだいマーマレードは甘くほろ苦い味で人気の熱海市の特産品です。今年もだいだいが旬の年明けから婦人団体熱海オアシス21がマーマレード作りに大忙しです。 NPO のメンバーや有志が皮むきから果汁と果肉を分け、砂糖を加えての煮詰め、瓶詰めまでを行っています。今年はだいだい600キロを使い、一瓶230グラム入りを4000個作る予定です。このだいだいの、ね、マーマレードの特徴がよく出てて、色と香りと味もとてもよくできてますので、今年は最高です。だいだいマーマレード作りは来月上旬まで続くということです。